ただいま大きな地震が発生しました。初期消火対応などの減災効果が期待されています。ただいま西消防団と伊勢崎消防団が出動してきました。消防団の車両には消火のための小型ポンプや人命救助のための救助器具が装備されています。初期消火が成功し、火災は無事に鎮火しました。会場中央倒壊家屋をご覧ください。西消防団と伊勢崎消防団が全員の火災になっている要救助者と倒壊家屋内に水を切れた被災者を救出しました。バールや遠心カッターを活用し救助活動を行っています。震災時には公的な救助機関が入るまで残虐たることが予想されます。そうしたことから地域に根付いて活動する消防団が消火や人命救助などの対応に大きく貢献します。消防団の救助活動により倒れた壁の下敷きになっている要救助者が救出されました。
逃げ遅れた要救助者が救出されました。西消防団本部から出場中の西消防団、砥部町にて救助要請が入った。西消防団、伊勢崎消防団は砥部町に向かえ。大規模な震災時にはこうした場面が多数発生することが予想されます。活動を終えた消防団は同様に救助を求める人がいる現場へと向かいます。続きまして、劇場版東京 MER 走る緊急救命室とコラボした特別高度救助部隊の救助活動をご覧ください。皆様、会場正面の大型スクリーンをご覧ください。東京 MER の出動を予定する。 MER 了解、出動します。東京 MER は都知事直轄の医療組織です。ここでオペなんて無理です。俺は諦めたくない。彼らの使命はただ一つ、死者を一人も出さないことです。諦めないで、必ず助けますから。炎の域、上層階に広がっている。展望フロアの193名は完全に孤立したことになります。俺を生かしてください。医療従事者の危険を犯すべきではない。医者はまず自分の命を守らなければいけません。厚労省直轄の MER を配備しようと計画しています。横浜 MER の鴨居です。大臣が集めたエリート集団だって聞きましたけど。最高峰の医療スタッフが集まれば東京以上の成果が得られる。建物内での医療体制を整えておくべきだと思います。その必要はありません。待っているだけじゃ救えない命があります。待っていなくちゃ救える命も救えなくなります。今から俺が上がります。近づくのは危険です。私たちも行きます。より多くの人たちを救うために行くんです。行きねえ。行かなければ必ず一つの命が失われる。東京に活気させるね。このまま船舶死んでします。炎の勢いが止まりません。退避してください。これは命令です。できません。目の前に助けが必要な人がいるから。ここでオペをするのは自殺行為だぞ。爆発に巻き込まれたら全員の命がなくなるんだぞ。このままじゃ全員助からない。劇場版東京 MER。救助第1出場、横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号横浜ランドマークタワー。出場隊総合指揮、機動特裁、機動第1救助、機動第2救助、西救急。横浜消防から救助出場各隊、本災害は横浜ランドマークタワー地上30階において爆発事故発生。爆発に伴い地下駐車場入り口にて玉突き事故が発生。現在数人が取り残されている模様。なお事故車両には毒液物積載車が含まれているとの情報あり、特別行動救助部隊は地下駐車場入り口に向かい、車内に閉じ込められている要救助者の救出に当たれ。以上、横浜消防。爆発事故の影響により横浜ランドマークタワーの地下駐車場入り口では事故が発生し、負傷者がいる模様です。
長、第二現場にあっては乗用車3台の交通事故に救助活動に当たり活動開始。このように救出対象が複数にわたる救助現場では特別高度救助部隊の統合指揮隊が統括的な指揮を行います。総合指揮隊は現状の統制指揮を、各隊長は活動状況を逐次報告すること、続いて緊急情報、車両の中に毒撃物積載者を確認した、各隊は注意して救助活動を実施せよ、以上総合指揮。事故によって毒撃物を大に積んだ車から警戒物が漏れている恐れがあるため、ドローンを飛ばして車両周辺の様子を確認しています。会場中央をご覧ください。事故車両から出火したことから下半身の消火器で心肺と消火器を使用し消火活動を行っています。行っています。機動特殊災害対応隊は毒撃物や化学物質、放射性物質などがある災害現場において特殊な防護服に身を包み、漏洩した物質の特定や二次災害防止活動を行います。総合指揮から横浜消防、状況報告。検知の結果、有毒ガスの漏洩を確認した。これより漏洩防止活動を行う。どうぞ。横浜消防了解。機動特殊災害対応隊の検知活動により、倒れたドラム缶から有毒ガスが漏洩していたことが確認されました。被害が広がらないよう、これより漏洩防止活動が行われます。から救出された負傷者が救急隊に引き継がれます。総合指揮から横浜消防、救助報告。事故車両4台より要救助者4名、救出完了。どうぞ。横浜消防了解。特別高度救助部隊の活動により、全ての車両から要救助者が救出されました。現場の要求
救急隊と横浜 MER によって応急処置が行われた負傷者が医療機関へと搬送されていきます。各社によっては熱中症にも手を消防から SR 各隊活動命令。地上70階に取り残された193名の救出活動に合流せよ。以上横浜消防。各隊集まれ。これより上階70階に取り残されている要救助者193名の救助活動に宣戦する。各隊乗車後、ランドマークタワー正面入り口集結。いいか、乗車。今まさに危険な状態となっている地上70階に取り残された193名の救出へと出場していきます。なお本訓練は劇場版東京 MER 走る緊急救命室の内容とは関係がないことをお断りさせていただきます。以上をもちまして消防総合訓練を終了といたします。最後までご覧いただきありがとうございました。